はい、どうも皆さんこんにちは。今どっから話し始めていいのかっていうので今迷ってたんだけど、っていうかまずこのこれまずツッコミどころが多いね。まずこれ姉さんでしょ、なんか若返ってね。ってことで皆さんこんにちは。超ゴジラからね、まあそんな経ってないと思うんですけど、まあこの動画開けるのがいつになるかわかんないけど、まあちょっとね、まあ皆さんの要望が多かった、まあ多かったっつってもまあ2人とか3人とかだと思うんですけど、まあレジスタンス2をやってくれと、まあそういうねあれがあって、まあちょっと酒になるみたいなことを超ゴジラの最初の時は言ってたんだけど、あのアマゾンで見たらなんか1300円ぐらいで買えるし、まあ買っちゃおうかなと。買っちゃいましたね、それで。で、そんで先日届いて、まあ、ちょっとやろうかなと思って、今、始めた感じです。で、前みたいに、パート1にやってないんで、まあ、もう完全に、2は初見ということで、ワンはプレイします。それでですね、更新日、頻度だけちょっと、断っておきたいんですけど、今まで2週間後とか1週間後とかちゃんと決めてあげてたんですけど、今ちょっとそれが難しい感じなんで、時間が取れた時に取るみたいな感じでやりたいと思ってるんですよ。その、だから次回そのうちみたいな。だから、1週間後かもしれないし、1ヶ月後かもしんないし、2ヶ月後かもしんないし、みたいな。お前それいつ終わるんだよ、みたいな感じになっちゃうかもしれませんけど、まあ、多分、長期的な計画を立てていきたいと思います。まあこのレジスタンス1が大体パート30で1年はいかないか、半年ぐらいだったんで、まあ多分2年ぐらいかかるかもしれません。でもよく考えてください、2年でもし30分とかだ、1話30分でね、パート30だとして900分じゃないですか。900分でつまり15時間ぐらいか、15時間ね、2年で15時間この実況に時間を割いてくれるだけでいいんですよ。何言ってんだ俺は。まあとりあえず始めていきたいと思うんですけど、まずこのオプションをまずやっていきたいなと思うんで、ちょっとここはカットしますね。はい、カットします。はい、とりあえずボタンの設定なんですけど、こんな感じしました。見えますかね。まずこれ R2 からちょっとやっていけばいいかな。 L2 がグレネードで、グレネードとグレネードを投げるって何が違うのかなって感じたんだけど、変えるってことかな。で、R2 がグレネードを投げるで、R1 がメイン射撃で、ズーム。で、ズームってことはさ、構えるってことでいいんだよね。前と一緒かな。で、三角が武器選択。ここは変えてませんね。あ、変えたか。丸をサブ武器発射にして、×をジャンプ。四角をリロード。で、R3 が格闘で、L3 がしゃがみ。ダッシュ。まあ、これ一緒になってる、ちょっと意味が分かんないんで、ちょっとまあやりながら多分変えていくと思うんですけど、まあこんな感じです。これでセーブどうすればいいんだろう。これでいいのかな。あ、オッケーよし。で、感度ちょっと上げたんですけど、まあそれもやってる途中に変えていくと思うんで、よし、じゃあやっていこう。もう早速ね、まあ話したいこともまああるんだけど、後ろのヘイルについてとかね。よし、じゃあやっていきたいと思います。で、これなんか中古で買ったんですけど、なんかほとんどシネマティック、なんだこれ、ニューゲームでいいのかな、ニューゲームで。ノーマル。ハード。なんかハードってあるとハードやりたくなっちゃうよね。やめといた方がいいかな。ノーマルの方がいいかな。どうしよう。ステージ選択から選ぶことはできます。え？ニューゲームを選ぶとコンティニューデータが失われます。ああ、はいはい。ノーマルの方がいいよね。多分。でもノーマルでもこの前苦しかったもんね。じゃあノーマルでいこう。とりあえずね。ハードは後でやるとして。よし、始まった！ちょ、俺、文章を読むの下手くそなんで、まあ、今まで見てくれた人はわかると思うんですけど、まあ、数百万人が感染と。わー、あったね、こういうのね。名前とかも全部覚えてないわ。それは、キナだ。おー！映画かよ、これ。やばいな。イギリス。キメラはイギリス海峡。まあ、最初の頃はロシアが悪い人とか言ってたけどね。アメリカ戦、ああ、そうそう。生き残ったのはたった一人。つかさ、ヘイルのこの画像は最初のゲームの時出てきたんだけど、マジビビったんだけど。音楽鳴り出すじゃん、あれ。あ、レジスタンス2これかなと思ったらいきなり音楽流れてさ、うおーと思って。誰だよこれ、なんだこれ、雪。ああ、これ、そっかそっか、始まるって言ってたね前さ。
あとちょっと画質は悪いんですけど、申し訳ないですね、それは。あの、S 端子なんで、結局、買ってないっていうね。まあ、お金がないんで。ああ、これ乗るんだ。どうなるんだろう。お、高速船。ちょっと、なんなの、この人たち。日本語？え？あ、字幕？え？どういうこと？え？英語じゃない。雰囲気出ねえな。まあ、いっか。落ち着いて軍曹って言ってたから味方か。んだったら最初から銃向けんなやって話だけどね。なにこれ？どこだ？鎮静剤を打ってすまない。だがウイルスの侵食具合が分かるまでは君は我々の脅威だ。ああ、なるほどね。リチャードブレイク少佐、セルパの上級戦術チーム。リチャードね。覚えておこう。どこに連れた敵です。アイスランドにあるセルパの研究所。エイブラハム作戦の生存者には本部に入る前に全員検査を受けてもらう。ああ、検査を受けてもらうんだ。ただの決まりだ、軍曹。すぐに結果も出る。はい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 。リチャードか。カートライトは出ないのかな。おお、レジスタンス。てか、この明るさなんとかなんないかな。ちょっと暗いんだけど。もう一回す。あのゲーム始まったらあの感度とかあれ変えられるかどうか見てみるわ。ちょっとね、説明書見てないからさ、ちょっと説明書見るわオープニング流れてる間にちょっと説明書見る。感度、え、え、何、もうキメラ何復活してんのこれ。おおってか、おお、なんかすごい全然違うワンと。ああ、ちょ誰か落ちたよ。さすが。おお、ゴリアテじゃん、ゴリアテ。懐かしいな、お前。待て。映像、字幕、効果。ないのかな、感度、明るさっていうのは。墜落した？ごめん、見てなかった。うっ！ちょ。どういうこと？始まるのこれ。見えないっつうの、文字。一斉攻撃らしいです。それはできません、少佐。敵が複数のポイントから侵入しています。はいはい。残りの隊員は全てデイダラスへの警戒警備に当たっています。はいはいはい。クソ、エール、これを持って私についてこい。何を？基地に入る方法を探すぞ。はいはいはい。あ、銃もらった嘘でしょちょっと待って、ストップ。あの、オプションで、あの、明るさってない？明るさ効果音量だもんな、これは。ムービー音量、ボイスチャット音量、スピード。ないの？この明るさが限界？てか、これ文字見えるかな？なんかちょっと不安なんだけど、エンコードとかしたらさ、なるべく俺が読んだ方がいいかな。まあでもさ、日本語だからさ、まあ、なんとかついてきてください、皆さん。てか、待って、これ。ハンドガンなんだけど。あれ？なんかズームしちゃうんだけど、これ。なんだろう。まあいいや。ちょっと、久しぶりだからさ、ちょっと早く行かないで、そんなに。そんな早く行かないで。あー、ちょっと待って、あ、もう中間ポイントだ。ポイント、よし。これ敵なんでしょ。やっぱ、いて。はいはいはい。あ、この後ついてるのに、バツボタン2ジャンプする。はいはい、分かってますよ。待て。あ、これ構える。で、ちょっと待って。どうやってしゃがむんだっけ。あー、これ押し込みか。やりにくいな、これ、ちょっと。プロパンガスのボンベを撃ってみろ。俺が撃つの、これ。ドーン！よし、サブ射撃は引き金のすぐ下にある。え？それを使って弾を爆発させるんだ。丸ボタンを押してサブ武器射撃ね。オッケー。おおおお、いやー、来た。ちょっと待って、あの、ボタン変えていい？ボタン変えていい？ごめん。なんかさ、ムード壊して悪いけど、ボタン変えていい？ちょっとね、やりにくい。この、しゃがみ。違う、カスタム。カスタム、1で、ちょっとね、このしゃがみを、この R3 に持ってこよう。うん、こうしよう。で、グレネードここだと危ないから、押し込みなしにしよう。よし、これで OK。あ、上にしとこう。よし、OK。ちょっとすみません。最初なんでこういう感じで。これ、ハンドガン、怖い。強い敵。敵強いよ。あれ？しゃがめねえんだけど、なんで？おっしゃ、入った。あ、これ強いね。あ、これマグナムか、ハンドガンじゃないのか。あれ？倒した。おぉ、任しとけー。てかさ、これ、ライフないの？
はいはいはい。おお、早速アークゲット。おお、ちょっと見づら。いけ、強い。さすが。え、一発しかないの。カパチーム。早えな見つかるの早えな。ちょっとあと音の大きさとか、もうちょっとなんか後ろ上げてとかさ、後ろのこの何操作音とかバック音上げてとかいうのあればお願いします。おっ、うるさい。ゲット早速。 R2 を押してしゃがむ。あ、これさ、 R を押しっぱなしでしゃがむとかじゃないんだよね。前も言ったけど、パート1の時にちょっと話題かぶる時もあると思うんですけど、ちょっとあんま勘弁してください。ちょっと待って、踏まれたらこれ死ぬよね。どこ行った。え、ああ分かってる分かってる。うん、オッケーオッケー。ん、ああ敵撃ってるね。おら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 、いやーなんかブル、ちょっとブルーアイズのさ、ブルーアイズじゃねえブルーアイズじゃねえてかライフないと不安なんだけど、いつ死ぬの俺これ。あのブルーアイズって言っちゃった。ブルーアイのこのさ、ホーミング性上がった。これなんかすごい撃ちやすいんだけど、なんかほら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 、構えなくても撃てるよ。たま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 、おお、お、お、カービンダー拾ってあった。カービンダー拾ってあった。あ、あったあったあった。ほら、いや、死ぬ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 、ごめん、カービンダー拾えなかったの。あ、こういう感じになったの。なんかさ、あのコールオブデューティーみたいな感じになったわけ。コールオブデューティーも最近やってないからさ、もうこういうの全然ダメこれ。ちょっとあのもうほぼさ、ここし、あの素人みたいな感じでお願いします。よし、武器捨てた武器捨てた。待って、え、あれ2個まで武器持てんの。ちょっとアーク捨てちゃったんだけど。え、まいっか。あ、アークある。アーク取っていた方がいいのかな。迷うな、いらねえか。さ、序盤だしね。その人また落ちてるんでしょ。よし、待って。あ、このマーク出てくれてんの嬉しいね。はい、来たよ来た。うわー、カービン弾懐かしいな。やっぱ俺の相棒はカービン弾だわ。まだ撃ってないけど、なんかさ、絵が綺麗、ほんと。なんか別ゲームっていうなんかコメントがあってさ、壁が崩れた。うん、ごめん。ちょ、音、大きくした方がいいかな、もうちょっと。まあ、いいや。危ない。おお、なんか音かっこいい、カービン弾も。相変わらずリロードは高速です。いいね。セキュリティが破られました。はいはい。ちょっとさ、自分の、うわ、ちょっと後ろから追ってきてる、追ってきてる。ちょっと、これ走ってんの俺。あ、R2 押しながら走るんだった。間違ってた。押しっぱ、ほら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 、どうだ、参ったか。現実味を、おお、すごい綺麗。あの今何が綺麗かっていうと、あの血の飛び散り方っていうか、あのね、ほんと綺麗になったねほんと綺麗になったねって、なんかおかしいけど、まあ相変わらずあのリアクション実況者なんで、うまい実況はできないですけど、まあお付き合い願えればなと思います。こいつらと戦ってればいいのかな今は。よしよし、オッケー。でもさ、これライフないのいいね、逆に。だってさ、ね、回復できるもんね。マグナム、マグナムいらないな。あ、武器こうやってどんどん変えてくっていうゲームになったわけ。コード、コード、コード。あ、これ面白い、絶対面白い。もう分かるもん、マグナムめっちゃ落ちてんな。てかさ、これホーミングタグ打つね。はい、分かってる。武器本当に2個しか持てないの。なんかでもこれちょっと不便に、いって、うぅ、え、なんかこんなの遊戯王にいたよね。スフィアボムとかなんかいたよね。おお、なんかもう序盤、武器を切り替えます、分かります。はい、なんか序盤からいろんな敵出てきて面白いね。待って、サクサクいかないで。あ、走るのは R を押しな、R2を押しながらだった。うん。マリコフ博士。なんかさ、博士の名前とかさ、全然俺わかんないんだけど、大丈夫これ。あ、なんか武器落ちてる。弾かな。あ、弾マックスだ、俺。いいや。何やってんの？ああ。バカ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 。ああ、リロード、あ、リロード遅め、遅い、遅くなった。ブルザイのリロード。やばい。おっしゃ。オッケー。オッケーじゃねえかもしんないけど。ちょっとボタンの操作が早くなれないとな。おっしゃ、オッケー。進みまーす。
いてててて、追ってきてる追ってきてる追ってきてる、じゃーん、来ないで、よし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 、オッケー。あのホーミング弾ね、あと使ってきたよね、ちゃんと。よし、オッケー。あれ、あいつは死んだ。いや、死なれたら困るんだ。何やってんの、俺に開けろって言ってんのかな。ここ開けらんないよ。なんだなんだなんだ、変な音が聞こえるけど、撃たれてる撃たれてる撃たれてる、このやろ。いや、ほんとブルザイ強くなった、ブルザイ強くなった、ほんとに。これワンワンと全然違う、楽しい。やっべえ、やっぱね、ワンやるとツーも面白いね。でもスリーはあんまり評価良くなかったかな、確か。多分こいつが操作してる間に何か来るから。で、なんだ、どっからだ、どっからだ、いて、お前か、うわうわうわ、あれ死なねえな、ちょっと死ぬ、ええ、なんだこれ、あ、死んだの俺。なんかさ、ゲームオーバーの感じしなかったんだけど。途中からっすかこれ。あま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 あ、お決まりのパターンですね。よかった、ハードとかにしなくて。マジで。待って、これより、なんかね、こっちの方がリロード早くて使いやすいんだよな。やろしね。よし。そうでもないかもしれないな。威力弱いのかな、やっぱり。あと今回のね、なんか今見てたけど、あれ、銃の説明とか書いてなかったね。あれ？弾ねえし。やばい、死ぬ。死ぬ、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 死ぬ。下手くそ実況者って言われる。次ね、あそこから来るの俺は知ってるからね。今度は構えてるわ。このブルザイさ、横光るようになったんだ。てか、なんでキメラ復活したの？フィル倒したんじゃないの？この時間は何なんだろう。あれ、いた。いたー。よし、ちょっとホーミング弾撃ってみようかな、次。ここ降りたら出てきたからね。弾、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 弾ない。弾ないね。よし、行こう。よし。ジャンプ。さっきどこで死んだんだっけ、あれ。ここか。そこだ。ホーミング弾撃ってみようかな。おお、すごい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 、何このホーミングだ。隠れなきゃ隠れなきゃ、死ぬって死ぬって死ぬって、いや隠れるとこねえここ。はい、来ました。ね、ちょっとグレネードがいっぱいあるから、グレネード使ってこうかなと思います。てかこれさ、ここで戦えば無敵なんじゃない、ここ。あ、無敵じゃねえか。あ、でもいいじゃんこれ、降りてきたらすぐさって下向けばいいし。よし、いいぞ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 、早くやれって俺に言ってんのか。お前は無敵なんだから、ちょっと俺にね。よし、倒した、いいぞ。たった3匹に先に2回も死んだのか。なんか来たよ、早速こいつ。待って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 、スーってこんな感じなの。スーってこんな感じなの。デイタラス、デイタラスらしいです、こいつ。聞こえているからって。なんかハリーポッターにああいうやついたような気がする。またなんかキメラの、キメラってか姉さんのこと知ってるやつなのかな。ブレイクだ、なんか逃げたらしいですね。南ウィングの負、なんかもうわけわかんねえんだけど、南ウィングとかさ、まあ、とりあえずこの人について敵を倒してればいいってことですよね。マグナム、マグナムどうなんだろう、マグナムの方が強いのかな。あれ、どこ行った、真っ暗すぎてよくわかんない。あ、明るくなった、よし、弾だ、あー、カービン弾の弾だ、ありがてー。リロード早くてこれ使えんだよ、任せとけ。おーらー、回復、よし、あ、いいね、この交換しながら戦うみたいな。よし、オブジェクトみたいなのないかい、オブジェクトみたいな、これ狙うといいよみたいな。
多分こう、ワンであったから、ああ、あったあったあった、今あったわ横にあったもそうだったんだ。はい、来たよ。今度は何すればいいの。あった、来た。おお、これ舞台はどこなんだろうね。説明書を見ればわかるかな。ダメージ食らってんのにさっさと行くね、あんたは。あ、ゴリアテだ。ゴリアテってこんなでかかったっけか。なんかサイズ、ロケットランチャーだ、行くぜ。あれ、お前の目を撃つ。え、は、ちょっと待って、ちょっと待って、今時が止まったんだけど。あれ、当たんなかった今。お、よくやった、この野郎よくやってねえじゃねえか痛え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか命の命が軽くなってきてないか、このゲーム。何がいけなかったの今。一発ミスったのがいけなかったの。怒らせたらさ、一発ミスったのがいけなかったのか。まあまあ、はい。あれ、たま、あれ、アークがどこ行った。よし。後ろじゃないとダメージ食らわないのか、こいつ。気をつけろって言ってんね。はいはい。ちょっと待って。あれ、アークどこ行った。固まって前進しろ。あ、もう行ってんのかよ、先。うわー、ちょっと待てって、いや、ちょっと待てってマジでちょっと待ってよこれさ、怒らせねえ方がいいじゃん、絶対に怒らせねえで行こうぜ、さっさと。ダメなの、それじゃ行っちゃダメ。なるほどね、開けてくんないわけね。ちょっと待って、アークブルザイド落としちゃダメでしょ。早く後ろ向け、学んだと。カービン弾にしてさっさと行く。よし、オッケー。戦っちゃいけないこいつと。早いんだよお前。よし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 、そっちか。待て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 、このさ、走るとちょっと拡大になるのやめてほしいんだけど。よし、いいぞ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 、映画っぽいぞ、映画っぽいぞ、映画っぽいぞ。うーんって、映画っぽいぞ。逃げたんじゃねえかこれ。逃げてない逃げてない、早く行け早く行け。よし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 、チェックポイント。長えな、パート1、パート1つか長い分。なんかちょっと落ちたよ俺くっそマジかよ。まあ今落ちる感じがしたわこれパート1で何回死んでる俺、やばいよこれ。はいはいはい、これ走っちゃいけないな、こう行こう、こうじっくりね。よし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 、オッケーオッケーオッケー、いいよ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 。今うまかった、こういうの勢い大事だよねやっぱり。ゴリアテどこ行ったんだ。ん、あ、オッケーオッケー、行くんだね。このいちいち止まるのはやっぱりこの雰囲気を出すためなんだろうか。マグナムだ、マグナムはいいや。マグナムよりもやっぱこう、こっちの方がね。マグナム一発ミスるとでかいからさ。あ、どういった、あ、こっちか。これさ、このパレジスタンス2も諜報文みたいなのあるのかな。まああるんだろうね、さっき諜報文ってあったもんね。うわ、格闘の説明出たこれ。え、何今の銃みたいな爆発。あれ、うまいうまい、今の俺うまい。トロフィーゲット。お、暴動だって、暴動。何俺暴動したの。またここにアークだ。撃ちます、やった、やよくやったよ俺。リサイクラーゲット、トロフィー。何リサイクルすんのこいつ。何これ、今の一撃でそんなにダメージあんの
待って、あれ俺なんか銃捨てた、あれちょっと待って、カービンが欲しい。よし、オッケー、アークはまだ使えなそう。セルパの者たちは全員すでに避難した。離陸準備は万端だ、少佐。誰だ今の声誰？少佐、敵がいます。あれ出ないの、なんだっけ、あの女の人。乗るぞー、よし来た。女の人誰だったっけ、ネイサン・ヘイルはこいつだし、あの杉田薫に似てるとか言ってた人、名前忘れちゃったなーカートライトしか覚えてねえわ前のこれクリアかな。なんだ、疲れてんのか。君がロンドンを生き延びてラッキーだと今マリコフ博士と話していた。おお、それで行き先は？リチャード、セルパ3、サンフランシスコ近郊にある。サンフランシスコか、アメリカか。住んだら仲間に合流してくれ。仲間って誰？仲間てかヘイルの声イケボだな。センネチルって誰だ。ま、全部新しい人なんだね、出てくるのは。とりあえずこれパート1クリアかな。クリアだよね。よし、なんかクリアっぽい。クリアっぽいぞ。輸血完了。脳波に。2年後？どういうこと？確実にグレード7の抑制剤を使ったのかね。そうです博士、レセプターに結びついていません。ほうほう、何ですか。アドレナリン10ミリグラムを投与し、アドレナリン、笑うと出るやつ。代謝率が上がればウイルスが急増し、19時間以内に死亡するか、最悪シェパードのようになります。それは分からんだろう、ずっと予想外のことが続いて。なんかマカロフって今回もそうかもしれない、いたような気がする。さあ彼を起こすんだドクター。指導者がマリコフって人なのかな、多分。彼を起こすんだって言ってるし。なんかさ、止まってくんないのかな。カリフォルニア州サンフランシスコ。ちょっと眩しい。エコーチームへ報告しろ、もうすぐ済むとな。手術してたんだ。ヘイル注意、おめでとう、手術は無事に。あれ、ヘイル注意って言った今。これ中佐じゃないの。少佐が先日注意だね中佐って呼んでたね今まで。誰も突っ込まなかったから中佐でいいのだと思って。何があっても抑制剤をうちに定期的に戻ってくるんだぞ、分かったかね。了解だ博士。了解だ博士。これはどこです。あ、ちょっと待って、多分これパート1終わったよね。セーブして終了ってある。まあいいや、とりあえずなんか区切りがいいところで終わりにしていこう。多分これ区切りいいからここで終わるわ。セーブして終了、ゲームをやめる。ゲームをやめる、セーブしてやめるんだよねこれ。セーブして終了だよね、はい、 OK だよね。これパッなんか区切りないのかな、なんかタイトルみたいなのわみたいに出てきてくれてさ、あれ良かったんだけどな。違うのかなあれとは。あ、ステージ選択ってある。これ押すとどうなるんだ。あれ、なんかもう結構クリアしてるね。なにこれ。コンティニューってある。まあいいや。時間ちょうどいいところでなんかこう、区切ってってやれるってことだよね。まあいいや、それでいこう。じゃあ、そうですね。俺が言いたいのは、その定期的、違う、定期的ではなくて、今度不定期に動画上げていくんで、まあ、そこだけはご了承願います。まあ、ゆっくりね。楽しんでいければいいと思います。パート1やったけど、すんごい今面白いんでね。笑ったし。じゃあ、これから、レジスタンス2の実況、よろしくお願いします。では、お疲れ様でした。じゃあ、またね。